こんばんは、ミネラルウォーター大勢伊藤です。今日はですね、宇都の庄七福聖人の水、成金大国大繁盛、こちらを紹介したいと思います。まあこれは七福聖人ということで7種類あるんですね。七福神になぞって、7つあるんですけども、タイトルその他非常にユニークで面白い製品になってますね。もう本当は皆さんにこうぜひ7種類ですね、全部買って並べて、比べてみるっていうのも面白いかもしれませんね。じゃあちょっとラベル見てみましょうか。こんな感じですね。七福聖人が宿る福福の水大黒天、大分県湯布院よりさらに山深く踏み入った谷底に佇む温泉宿宇都の庄。そこは宇宙の都にその名が由来する星の美しいところ。こんな風にですね、由来が書かれています。こういうラベルに書いてあることっていうのは意外と役に立つことが多くてですね、まあ熟読してもらえれば私も嬉しいかな、もちろんメーカーの人も嬉しいと思います。理解度も多分高まるのでぜひ読んでみてください。でこちらがですね、販売者が、株式会社七福観光宇都、価格が1本120円ですね。高度が13、pH が 7.9 と、まあ一般的な日本人ならですね、嫌いっていう人はまずいないと思います。高度が13と非常に低いので、どんな場面でも活躍できる水なんじゃないかなと思います。例えばペットとか赤ちゃんの、ミルクにも使えると思います。その他にはですね、このようにですね、ご利益っていうのが書いてありまして、七福聖人7種類ありまして、それぞれご利益が違うので、もし手に入れた時は、見てみてくださいと。でこんな感じですね。これをね、手に入れるのはおそらく九州に行かないと難しいんじゃないかとは思うんですけども、通販でも確か売ってるとは思うんですよ。ちなみに私はその地に行かないとなかなかこう満足できないので、これはですね、友人からいただいた水なので、ぜひ一回大分に行ってですね、地元で手に入れたいと思っています。皆さんも見つけたらですね、7種類全部揃えて並べてですね、比べながら、まあ中身は一緒ですけども、楽しんでみてくれたらいいなと思っています。よろしくお願いします。